日吉浅間神社は、静岡県富士市今泉にある神社。全国にある浅間神社の一社。富士加保五社の日吉宮にあたる。富士山本宮浅間大社同様に、この花咲や姫命を主祭神とし、大山栗神祭神としている。八幡大臣、天野小屋根の神、共通出身、武古来神、姫大臣、天照子大臣を灰神としている。 すじ天皇五年うご創建と伝えられているが、誰によって創建されたのか、以後どのように管理されてきたのか一切の記録がない。ただ、文法年中、雷武るに属した都来像名業によって、創建されたとも伝えられたとも言われ、そうであれば御社様の総別島であった、富士山島船員の主原像に、管理されていたと考えられる。室町時代、天文十六年八月十九日に、 今川義元から五社別不大なごに雪山にあてた手紙に当社が五社あさまの一つに数えられている。以前は西に隣接する現在の吉原公園の場所にあったが明治8年六所正一によって現在の場所に移築された。2287坪の境内に本殿、拝殿、御門などからなる。安山、小宝、河南よけ、五国宝城。 産業繁栄ほか、ありがとうございます。